孝一は、日本の内務、厚生官僚、政治家。福島県知事、衆議院議員。岡山県出身。内務官僚、亀山利平夫と佐藤夫妻の長男として生まれる。台北一中、岡山一中、第一高等学校を経て、1924年4月に、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。 1923年12月、高等試験行政課試験に合格。1924年5月、内務省に入り内務属として衛生局に配属された。1925年10月、地方警視、岐阜県警察部付となり、山口県警察部特効課長、貿易関係内務事務官、衛生局付、内務書機関、衛生局委務課長。 計画局防空課長、愛知県書記館、警察部長、兵庫県書記館、総務部長、企画員第三部長などを歴任。1943年7月、福島県知事に就任。1944年4月、厚生省に展示衛生局長となる。勤労局長を経て、1945年8月、厚生次官に就任。 この頃、老人となっていた特攻警察の経歴を持つ者を救済として、厚生事務官に採用したとされる。1946年1月まで在任し、同年9月に公職追放となる。1951年8月に公職追放が解除された。1955年2月、第27回衆議院議員総選挙で、岡山県第1区に、 日本民主党から出馬し当選。第28回総選挙で再選されたが、1960年11月の第29回総選挙で落選。1963年11月の第30回総選挙で当選し、1972年12月の第33回総選挙まで連続3回、通算で6回の当選を果たした。 1976年12月の第34回総選挙には出馬せず引退。裁判官弾劾裁判所裁判員、日本環境衛生工業会会長、自民党大義士会副会長、衆議院地方行政委員長、建設委員長などを歴任。自治族の重鎮であり、天皇の異名で知られた。厚生年金事業振興団理事長も務めた。 1979年3月25日死去。去年78。ありがとうございます。